はい、どうもこんにちは、ゴールドです。寒くなってきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今回は、9000人突破ライブをした時に、加藤めぐみを作った時ですね、その時にクイズをして一番に正解してくれたにゃんこさんからのリクエスト、9000人突破イベントとしてね、一番に正解してくれた人に、好きなエンブレムを作りますよと言って、にゃんこさんが一番に正解してくれました。そのにゃんこさんからのリクエストで、プラスティックメモリーズのアイラを作成しました。はい、今回は作成上の注意点はありません。比較的簡単に作れるかと思いますので、興味ある方はぜひ作ってみてください。約2週間ぶりの動画投稿、ごめんなさいね、かなり遅くなりました。裏ではね、優先リクエスト、依頼などを受けてエンブレムを作ってましたのが、一応全て、納品し終わったので、公開動画なども作っていくようにしたいと思います。これからはまたね、リクエストなどがあれば、YouTube の動画のコメント欄にどしどし書き込んでおいてください。あとそうですね、どうしても自分のオリジナルエンブレムが作りたいけど作れない、どうしようかって悩んでる人がいれば、ゴールドが手助けいたします。動画の概要欄を読んでいただいて、有料だけれども作ってもいいかなと考えている人は、ゴールドのツイッターに DM にお気軽にご相談ください。今ね、動画のコメント欄をね、すごい読み漁ってますよ。次のフリーのリクエスト、どれを作ろうかっていう風な感じでね、ニセ恋の小野寺作ってもらえませんかなど、あとその他なんやろな、クチートお願いしますなど、ラブライブのリンちゃんお願いします、イヤちゃん大好きね、イヤちゃんを作ってほしいとかね、その他バットマンのジョーカーがなかなかうまくできません、作り方を教えてください、いいですね。こういう風な形で、たくさんいただいたコメントの中から、選んで作品を作って、また後日クイズしたいと思います。もしね、自分がコメントしてやつが選ばれた時には、あ、ラッキーと思ってもらえれば幸いです。今はね、エンブレムを上手に作る人はすごいいっぱいいるので、ゴールドも、負けないように、これからもね、よりこうクオリティに凝った作品を作って、またね、作成動画としても見やすいような動画を追求して投稿していきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。ということで、作成動画本編いきましょうか。始まります、どうぞ。